始めさせてもらいます。強かったりしたら、言ってください。じゃあ、デコテの方から、はい、強さは、あ、ちょうど大丈夫。そこが皆さん一番凝るところですよね。ね、結構硬い人が多いですよね。強さがどう？本当にちょうどいいですね。それぐらいがちょうど効いてるな。そう、こっちの頭を押されてる手が効くんですよ。あ、気持ちいいです。そうなんです。なんかね、やられてる時、私もこれなんか、ね、ネットで、なんだろう。なんかですよ、なんかいい感じ。気持ちなのかな、たまに。あ、そう、そう。あれ、ちょっと強めの押し加減とゆっくりの感じが、すごいリラックスできます。強めですか、これ。あ、もうちょっと弱い方が。いや、もうそれぐらいが気持ちいいから。長く立ってたりとか。動かないんだと思って、やっぱり硬くなる。硬くなる。そう、コーヒーって。なるんですかね、やっぱり。そうです。カチカチの人は、頭皮が動かないし、固まって、血行が悪いから、そこに毛根が当たるから、髪の質も下がるっていう。確かにマッサージしてみると髪の質感がふわふわなんですよね。あ、そうなんですね。スーパーとかですね。書いてありましたね、やっぱりそう、毛髪とかにもいい影響が出るっていう、その疲労がとかそれにも効くみたいな感じで、それがもうもう、うちの長女なんて頭乗っけてくる。かわいそう。でも、傲慢だともう何の字も、なんかもうほんとちょこんって乗っちゃってる感じの子もいますね。大きい子は、ほんとに。あ、ほんとだ。テーピングで、こういうことか。あとは、上向きでまたストレッチができます。一回じゃあちょっと足を伸ばしちゃって。本当ですか。傾斜は、すごい方がいいですか。いや、知らかっていうと、カチカチの主婦系は強い目でいいと思うんですけど、ね、独身女性系は、今はね、そんなにきつくないと思うけど、主婦系はありがたい限りです。しかも自分で押さえようとすると、手も疲れちゃって、こう上に上げるし、やってもらえると助かります。